今日は将棋界のニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。藤井聡太さんの同級生、囲碁のプロ棋士になる。将棋の藤井聡太六冠の、中学高校時代の同級生が、4月に、囲碁のプロ棋士としてデビューすることになりました。藤井六冠と同じ、名古屋大教育学部附属中学、高校出身で、日本棋院所属の、加藤佑樹さんです。藤井六冠とは、中学1年と3年、で同じクラスだったようです。現在は、早稲田大に在学しています。そして、1月にあった棋院の女流特別採用試験で1位通過、見事プロ入りを決めました。加藤佑樹さんは、4月1日付で囲碁のプロ棋士となります。藤井六冠とのエピソードでは、中学の卒業の寄せ書きで、藤井に、囲碁頑張ってね。と、書いてもらいました。彼はちょっとレベルが高すぎです。すごいな、って感じで見ていました。とのことです。また、藤井六冠の印象を聞かれると、喋っているところを見るといつもの藤井ですけど、対局する姿は別人です。と、話されました。囲碁界ではありますが、藤井聡太さんの同級生である、加藤佑樹さんにも活躍してもらいたいですね。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。将棋と囲碁のプロがクラスメイトでいるなんて、どんな確率だ。藤井竜王と中高の同級生なのか。すごい学年だ。同級生からの藤井呼び、なんかいいね。クラスももし、という感じがしていい。竜王もいい同級生を持ってるね。おめでとうございます。これからも頑張ってください。やっぱり同級生って大事ですね。どこまで行っても対等な存在、素晴らしい仲間。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。